先週車椅子の女性のある発信が議論を呼びました今日も今日とて抜かされたエレベーター本当嫌い声を上げたのは車椅子ギャルで知られるユーチューバーさしみちゃん彼女の訴えは 駅のエレベーターに乗ろうとしたところ譲ってもらえず後ろから来た人にも抜かされ乗ることができなかったというもので先月28日この動画とともにツイートしましたそもそも駅など公共交通機関のエレベーターは障害を持つ人や高齢者が優先されていて 必要としている人がいる場合は譲り、利用を控えるよう国土交通省が呼びかけています。エレベーターをめぐるさしみちゃんの発信は大きな反響を呼び、その多くが励ましや理解を示すものでしたが、中には批判の声も。車椅子だぞ、察しろ、みたいな考えが間違っている。乗るって言えば済むのに。 動画を晒すのはやりすぎ。さらには個人攻撃など誹謗中傷とも取れる書き込みもあり。刺身ちゃんはツイートと動画を削除。その後、自身のユーチューブチャンネルで心境を語りました。ま,まず、ユーチューバーは動画を撮らない方が良かった。何度も何度も言葉で伝えているけど、伝わらないという現状があったので。収めて。 たっていう状況です。まず謝りたいってことはそれですね。そう、サシミちゃんは自身の車椅子生活を紹介するとともに、エレベーターの利用など障害者が直面するさまざまな問題について発信。何度問題提起をしても理解されない中で。

き、はいえー、今日も、ね、車椅子でお越しいただいてますけども、まずひろゆきさん、どういうふうに見ましたかなんか動画を削除する理由がちょっと全然分かんなかったんですけど、うん、その世の中に何かを発信したら、反発する人は必ずいるよねっていうので、うんはい、例えば寄付をしても、なんか目立とうとしてるんじゃねえとかっていう人も必ずいるっていうので、うん、でただ、エレベーターに乗った人が悪かのような表現自体は僕、間違いだと思ってて、はい、あの最後に入ったおじさんも実はなんかの病気の可能性もあるじゃないですか。うん だからなんかその悪いとかじゃなくて単に車いすとか乗る人がいるから優先しましょうねっていうだけでそ,でその表現と動画だったら何の問題もないと思うんですよ、うん、はいなるほどそのありも含めてね深がっていきたいというふうに思いますでは改めてゲストをご紹介いたします、えー、エレベーターを譲ってもらえなかったことへの悲しみから今回の動画を投稿されました車いすギャルの愛称で知られますユーチューバーの刺身ちゃんです刺身ちゃんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。こんばんは。今日ありがとうございます まずですね動画を投稿されたまあ、経緯から伺ってまいりますけれどもあのエレベーターの前で一体何があったのかその動画を撮る前のところからお話ししていただいてよろしいでしょうかはい、えー、とそうですね経緯で言うと、うん、まず、あの日、えー、と駅に駅のエレベーターで到着した後にまず私は車椅子で時速が決まっているのでえっ、ー、と同時に電車から降りた人 かららしたらやっっぱり遅くなっちゃうんですね、うんでまあ、小走りで先にエレベーターに駆け込まれていたり並んでいた方っていうのがいましたでその後ろから私が並んでいたっていう状況でしてで先に並んでいた方が、えー、エレベーターの中に入っていって、うん、で動画だとちょっと伝わりにくいんですけど、はいえー、裸だと詰めればのめ乗れるスペースが中には空いてましたと。うん、なんですがで 私が車椅子を前に進めてこう乗りたいですっていうようなことをアピールしたんですがまあ中の方はまあそ悪気があったとかっていうわけではないと思うんですがスマートフォンいじっていたりとかまあ目を合わせてくれないとかまあ冷たい視線を何人かから感じてちょっと心の中で無理やり入るのは怖いなと思って下がりました。そそれっって毎日日日のののことだったのとだたちょうど前日もその当日も当 1日に何十分もエレベーター待ちの時間がちょうど発生してた時だったんですね。でそれもあってなんかこういう現状ってどうやってシェアしたらいいんだろうっていう思いがあって、えー、ちょっと諦めたタイミングでスマートフォンを出したっていう経緯ですね。はい、でそしたたら後ろに並んでいた男性が、えっと 乗り込んでいったってところで、うんまあ、抜かされたって表現したんですがさっきひろゆ之さんもおっしゃった通りその先に乗られた方、うん、抜かしたって表現した方もいろんな事情があったかもしれないし、うん、一人一人しか入れないスペースがスペースしかないなって思われたのかもしれないんですがひ、まあ、一言先に乗るねとか、うん、そういったようなコミュニケーションがあれば 私もあんなに悲しい気持ちにならなかったのかなとか、うん、まあそもそももうちょっと詰めていただきたかったなとかそういった思いで投稿に至ったったていう感じですね、うん、でこの時だけじゃなくて、はい、本当に普段からこういうことを何度も経験されているからっていうねあうそれを伝えたかったっていう気持ちもあったかなっていう風に思いますね。はい、そううです、はい、さんどうぞ でなんかその声をかけてくれればよかったのうちにって言いながら詰めてくださいっていうのを自分は言わないっていう矛盾がちょっと気になったんですよ、コミュニケーション取ればいいのにだったら、はい、さすみちゃんが最初に言ったら開けてくれたかもしれないじゃないですか、うんうん、でも自分はコミュニケーションを取りませんでした、2> はい、で2回目ですおじさんが入るときにおじさんも声かけてくれればいいのにって、うんうん、なんかその平等じゃない感じがするんですけど、さすみさんが言ってることをそのまま通すと。うん その車いすの人がいるんだったら車いすの人が一切声をかけずにエレベーターに乗ってるやつはまず全員降りて車いすの人を入れるべきであるそれを車いす側から何も言わなくてもやるべきであるってことを言ってるのと一緒だと思うんですけど、うん、あのひろきさん、じゃあそこで言うならば、ね、あの動画にもちらっと映ってるんですけどポスターも貼ってあるんですよ基本的にはまあ移動が難しい方には譲ってくださいっていうことが貼ってあってやっぱりマナーとしてそちらが優先されるべきではあると思うんですいんですよ。よ、うん うん、それ知らない人も多いので、はい、なので、言いました、それでもどきませんでした、それはまずいよねって話なんですけど、うん、言わなくて読べきである、で、外から見てた人からは、うん、あこの人乗らないんだ、で、立ってる人だったら1人分入れるスペースがある、で、1人入ったほうが輸送効率いいじゃないですか、うんうん、ひろゆきさん、今回の動画について言うならば、ひろゆきさんの言うとりだと思う、だけど、今回のことについて言いたかったというだけではない部分については、話していった方がいいと思うんで、ちょっと現実に声をかけた時の嫌な思いっていうのも、あのさしみちゃん、教えてもらっていいですか。はい そうですね今回の件に関してはじゃあ私が、えー、とお声を、ね、かけなかったっていうのはもちろん自分に非があると思うんですがとそのかけなかった理由としては、まあ、今まで、えー、声をかけたところを無視されたりですとか何、えー、だろうな、うんまあ、無視されて扉を閉められたりとかあとはまあよ ない言葉をかけられたりとか邪魔だとかっていうようなことを人生でずっとずっと言われてきたので、えー、そうですね、うん、なかなかあの一瞬で勇気を出して声をかけるっていうのは ちょっっとトラウマーなってる部分は正直ありますご自身が発信されている内容、そのまま言いますね、はい、人生で何度も声かけしていますが、無視されたり、怒鳴られたり、その後、後をつけられて嫌がらせを受けるなどの経験があり、なかなか声かけはトラウマになっていますと、まあこの気持ちもちょっと組んだ上で、ひろゆきさんが言うもことも本当にその通おりだと思いますけど、あの動画のシーンで言うならば、ひろゆきさんの言うとおりかもしれない。だけども、まあ、その 同じような思いをされて背負ってるものってたくさんあってずっと待ってても乗れないみたいなことが、まあ、何度もあったということを、まあ、あの伝えたかったという部分なんで修造さん行きましょうかいや,いや、まあ、だからその、うん、さっきの刺身さんが言えなかったみたいなところで言うと、うん、まあ正直、公共の,その電車乗っててじゃあ僕ベビーカーを引いてますみたいな時もほとんどケアなしですよ、うん、今の日本の公共の電車って。はい、で乗っける時も全然どないし、うん なんか割り込まれるしだから配慮が足りてないケースの方が多いんじゃないのっていうのは正直思うんですよ、はい、その自分が当事者になって、うん、ただじゃあ自分でひろゆきさんの方を弁護するとすると確かに自分がその当事者になってなかったとしたらその人の大変さは全く分かんなかったなみたいな、うん、ベビーカーを持ってる人がどれだけめ難しいことをやってるのか車椅子の人がどれだけ難しいことをやってるのかは当事者になんないと分かんないから。 それは当事者から声掛けをすべきだっていうのもまあ分からんでもないが当事者の人たちは結構弱い立場ですよっていう、はい、だからそこは普通にまあこういうメディアを通して知っていただいてあのできる限りの配慮をあのするっていうのが普通に歩いている人とかは当然なんじゃないのって僕は思いますけどね、はいうん、そうですね、まあ、ですから程度の差がいろいろあると思いますけどもちょっとこれ、冷たくないですかっていう部分は抑えておかななきゃいけないけ目が、ね、怖いんですよ。 ベビーカー乗ってる時でも <laughs>、うん、なんかなんでいるんだみたいなね。うんうん、ほんとそんな感じの結構いますよ。うん、はい、なんかね。そういうのがなんかちょっとずれてんじゃないの。っていうのは正直思いますけど、うんうん、はい、千切さんどうですか？いや、なんか優先されることが当たり前だと思うなって優先されるべきものですよね。うん、なんか刺身ちゃんがとか車椅子の方とかベビーカーの人が来たらそこに乗ってた。全員が降りて優先させるべきじゃないですか？うん っていうのを私はそれが当たり前だと思うし見てる人の大半はそうだと思うんですよね、うん、優先して当たり前じゃんってでもそれが違うって思うってことはそれを知らないってことですよね、うん、まあだからこういうメディアもそうだし、うん、もうもうバカにもわかるようにバーンって優先ですって貼るとかしかないんじゃないかなって思います <laughs>、うん、なんか女性専用車両とかってもうそこに乗るのが怖いくらいバーンってなんか大きく貼ってあるじゃないですか、うん、あれくらい車椅子ベビーカー優先ですっても床に貼ってあるとかに、うん するのののがいいのかなって、はい、あのエレベーターで言うとですねあの,あの地下鉄の駅というのは地下3階からその改札まで上がろうとしたら車いすの方はエレベータータ一択なんですよね,、はい、すね他のところは、えー、階段とかエスカレーターがあるんですけども、はい、車いすの方だとあの1台のエレベーターを使わないと上まで上がれないと。 もっと言うならばそこから地上に出ようとしたら階段しかないということなんですよね。うん、あ、そういうことなんですね。と、はいそうすよね。というると駅員さんに手伝ってもらうと上がれないと、はいでまあ他の人は場合によってはこれエスカレーター、階段使えますよねということもあって、あのエレベーターの脇にその国土交通省のポスターが貼ってあって、優先してくださいということが書かれていると、だけれども、そ,それを、まああまあ、どういう事情があるか、ひろきさん言うように分からないと。うんうん、いろんな人も エレベーターしか使えないかもしれないけれども、譲ってもらえないっていうのがこう当たり前になっていることをどう考えるかみたいなことだということですね。これを、まあ、法律上はどうなってますかみたいなことも見ておきたいんですけれども、バリアフリー法でいうとです、ね、国民の責務という表現が使われていまして、障害者が公共交通機関で移動する場合、必要で適正な配慮、協力に努めなければならないという表現になっています、それから障害者差別解消法、こちらは合理的配慮という言葉ですね。障害のある当事者や家族などから求め 埋められた場合、負担が重すぎない範囲で対応するということですね。はい、負担がまあ、重すぎない範囲っていう譲ることがそれに当たるのかどうかみたいなことなんですけれどもね。うん、うん、実際のところですね。今日もまあ、あのー？ ここに来ていただくにあたって30分くらいで来られるまあ道のりなんですね、あの電車も使って、はい、ところはそれ、2時間かかるっていうことなんですけど、具体的に言うと、どういうところでこうどうこう時間がかかっちゃうんですかね、うん、まず、駅、え、員、っと、さんに電車に乗る旨をお伝えしなくちゃならなくて、で電車の駅あ乗車駅と降車駅を駅員<ほ>、えっと、さんにお伝えして、スロープ版というものを出していただくというのフローがあるんですが、まずは、 えっと、改札の横にある駅員さんがいるところにお声かけしてどこそこまで行きたいですって言うんですが、まあ、そこももちろん人が並んでいるので、まあ、そこで数分待ちますでその後駅員さんが、えっと、またスロープ板を出してくれる人まで連携する間に時間があります。でスロープを出してくださる方が 来ててくださってからその方とホー,ムにりますでホームに降りた後にホーム上で降車駅と駅員さんが連絡を取って相手の駅から連絡が返ってきたところを乗車できるっていうフローがあるんですね。なんでまあその改札をくぐってから乗れるまでっていうのはものすごく時間が要しますし。 そうですね。現状のフローだとそうなってます。はい、ありがとうございます。あのひろゆきさんどうですかね？まあ、先ほどおっしゃったみたいに、やっぱり声かけられるところから、きちんと声かけた方がいいっていうのもおっしゃる通りだと思うんですけど、それも含めたですね。まあ、どういうふうに今後ね。さちみちゃんはじめですね。もうコミュニケーションしていけばいいのか、みたいなことを含めてどんな風に思いますか？ その乗りたいですってエレベーターに来てで車いすの人は優先って書いてありますよねって言って降りなかった時に僕動画回せばいいと思うんですよねそれは明らかに降りない方がおかしいし、うん、でその動画見て確かに降りないやつがおかしいよねってわかるじゃないですか。うんうん、っていうのがどんどん上がって,くっていくになると多分他の車いすの人とかも同じようなことをするとあこういうことで晒されるからまずいんだっていうのは割と素早く広がるじゃないですかスシロー事件みたいな。うん <laughs> なのでこれからそれ優先ですっていうのをちゃんとエレベーターの前に言いまくるというので,、うん、で言ってから動画を回すっていうのをやればいいんじゃないかなとその意味も含めてさっき最初におっしゃったみたいにえっと動画あの下げる必要なかかっったっていううことですか、うんは事実がどうなのかっていうのをやっぱ一般の人は知らないのでそのいろんな動画を上げることであ実際はこうなんだっていうのがわかるじゃないですか。うん そうですね、だからそれで優先ですって言ったらみんなどいてくれるかもしれないし、はい、本当にどかのやついっぱいいるんだってなったらそれはそれでやっぱり事実が伝わるので、うんはい、健康部さんいかかがでしょうか意外と世の中冷たいというか、うん、僕人生で 2, 2, 2期間松葉杖ついてた時期なんですけど、まあ、ねまあその2ヶ月はもう高校生時代もあったしその社会出てからの期間もあったんですけどまあ 1, 1回たりとも電車の席も譲ってもらったことなかったですしね。 うん、今、あ金久保さんおっしゃった話で非常に、うん、あの重要なことでねです自分がその身になって初めて冷たいなと思うというのは、うん、修造さんがおっしゃったことも同じですよね、うん、なってみて初めてこんなに冷たいのかみたいに思っちゃうとてうところも乙武さんのマネージャーさんが書いてたと思うんですけど、うん、そのデパートとかで降りていくエレベーターってやっぱり満員なので乗れないこと多いんですよね優先って書いてあって。 でそういうい乙武さんどうするかっていうと突っ込んんででくるんですよメンタルが強いでそれで突っ込んでったらやっぱり降りる人は降りるんですよでそうやってその自分の権利を主張してあこういうもんなんだって人は学んでいくわけじゃないですか,かだからやっぱ車椅子ユーザーの人が声を上げないとやっぱり変わらないんですよだからその待ってて何もしないで社会変わってほしいといいなって思っても変わらない社会が今あるので。うん なのでガッツのある人はどんどんぶつかっていくっていう方がむしろガッツのない車椅子の人も助かるので、うんはい、なので刺身さんみたいな人はもうちょっとバシバシぶつかっていった思いますか刺身ちゃんが頑張るところ多少あるかもしれませんけどう、ね、うどうですか、ひろゆきさんもそもそもこの何でしょう車椅子とかねベビーカー優先だってこう分かるような。 キャンペーン的なものはもうちょっとあってもいいような気もするんですけど、そこどうですか?。いや、別にキャンペーンの問題じゃないです。そうすか?。個人のコミュニケーションの問題です。いや、これはフランスで車椅子で、車椅子運びましょうとか、助けましょうって、どこにも書いてないですよ。でも、人はそれをやるもんだよねって、みんな助けるんですよ。エレベーターないか?。それで階段とかでうん。多分。 なのでキャンペーンの問題ではなく、助けてくれって言うやつがいたら助けるのが当たり前とか、はい、ちゃんと声を出すっていう文化をちゃんとコミュニケーションで作ってった方がいいんじゃないかな、うん、なるほど、いや、ここはひろゆき法発動じゃないかって気もして、ちょっと、刺身ちゃんのツイートをリツイートして、一発、世の中、はい、うん <laughs> なのであのが、がんがん優先ですっていう動画を上げてくれたら、僕もリツイートするんで、ひろゆき法発動<お>ということですから。 アベマプライム振興の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。